テリー土屋の車の話。テリー土屋の車の話始まりました。土屋さん、はい、まもなくですね、クリスマス、そしてお正月ですよ。クリスマスっぽいですね、うん、ありがとうございます。今日はなんかおしゃれですね。どうだろう、恋してるんです。ほう、恋してますね。あの、恋した時にですね、はい、どういうところへドライブ行ったらいいんですか。やっぱり夜景が綺麗な感じでしょうね。どこ行けばいいですか。そうですね、僕だったら、うん、レインボーブリッジですね。あ、意外と簡単ですよね。もうちょっと深みのある答えを待ってたんですけども。レインボーね、レインボーブリッジ綺麗ですよ結構。でもあそこでも、レインボーブリッジのどこ行けばいいんですか。行ったり来たりすればいいんですよ。行ったり来たり、あ、それだけ。はい、もう聞かない、聞かないで次行きましょう。まあでもなんかまた車に乗ってね、うん、いろいろ行きたい季節ではありますから。そりゃそうですよね、寒いですし、はい、これからね、いいですよね。そうですね。あの、ちなみにお二人は初めて買った車っていうのは何の車を買われたんですか。おお、いや、僕はあの、うん、高橋国光さんに憧れて中学生の時に、うん、もう18で免許取って、うん、ハコスカです。あ、すごい。気分は高橋国光です。いきなり18でハコスカ。はい、ハコスカって乗りにくいんですか。どういう、いや、乗りやすい車なんですか。かっこいい、かっこいい車。ハコスカイコール硬派。へえ。いや、でも18歳でハコスカを買うのってお金どうしたの。なんか盗んできたんですか。ねえ、人聞きの悪いこと言わないでくださいよ。このためにですよね。もうだって普通買えないですよ、18歳でハコスカ。だからもう中学1年の時にその高橋国光さんをテレビで見て、うん、ハコスカ対サバンナ RX3、うん、ね、それをそこから俺はバイト始めましたよ、中1から。そうなんだ。で、その中古車はその当時ね、4ドアで50万48万でした。50万だってね、今のお金と近いですね。いや、そうですよ。で、ハードトップはやっぱ高くて買えなかったですね、18歳だと。ハコスカの GT ですよね。はい、2000GT ですよね。それをハコスカ GTR もどきにする。あ、よくいますよね、そういう人。すいません。でもあれかっこいいよね。いや、かっこいいですよ、バンパー。あれね、実はもちろんね、GTR 乗るのもいいんですけども、なんちゃって GTR 見せるのって、うん、逆に不良ですよね。はい、はい、基本的に不良ってお金ないから。そうですよね。そうです、そうです。デリーさんは。僕はね、実は最初に買った車は、はい、マツダのボンゴなんですよ。ボンゴ。そう。え、これこれ。あ、そうなんです。これを買ってですね、はい、私もうキャンピングカー仕様にしたんです。そういうことか。そうなんですよ。で、これに乗って日本一周にするっていうのが夢だったんですよ、はい、で、これ大学1年の時にこれを買って、はい、夏にこの回りました。回った。はい、それでそれで僕はあの大阪万博に行ったんですよ。はい、まあ、当時僕の頃ってヒッピーが流行ってたんで、はい、あの、もうこの頃もうキャンピングカーなんかなかったんで、ないないない、もう家は実家の築地なんで、すぐ近くの深川に、はい、知り合いの大工さんがいたんで、はい、その方に中をね、こういうふうになって自分がデザインして、はあ、キャンピングカーにしてって言って、まあ、だから20万ぐらいかな。20万円で買った車、うん、プラス10万ぐらいだったのは、はい、全部で35万ぐらいで、うん、あの、やりました。でちょうどヒッピーブームだったんで、はい、色をオールペンにして、うん、全部周りを花柄にしました。花柄、花柄にして、あのね、フラワームーブメントっつってヒッピーが流行ってた頃って、はい、男でも花柄のジーンズ履いてたりしてたんですよ。イージーライダー。そう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 、ああいう時代ですから、はい、そういう格好していました。へー、すごく先取りしてましたよね。いや、だってこの時代にワンボックスはなかなか行かないですよ、うん、そうなんですよ、みんな行かなかったね。うん、行かないんで、まあ、もちろん不純な気持ちもあったんですけども、モテなかったな、この頃。いや、これはモテないと思いますよ。これモテないんですよ。あ、そうなんだ、うん、これだって変なおじさんになっちゃいますよ。そうそうなんですよ。あと怖がってました、みんな。いや、これでナンパ警戒してました、うん、これでナンパされたら結構怖いでしょ。怖いですよ、連れ込まれちゃう。そうそう、今だとこういうのってなんかいいじゃない、はい、当時はこういうのやっぱ警戒されてましたね。なんだろうこれはみたいな。そうそう、花柄だし、ね、花柄だよ、花柄だよ、花柄だ、なんかベッドだよ。なんかベッドあるんですか。だってこんな中でキャンピングカー日本一周してんだから、絶対警戒される。もうそれも楽しかったですけど、あ、いい思い出でしたね、はいはい。
ではゲストの方を今回もお呼びしたいと思います、はい、今回のゲストはですねカーチューニングパーツの企画製造販売をする株式会社ブリッツさんから広報の小林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。ブリッツですよ、はい、ねえもう噂ね今ね。もう日本では、うん、HKS トラストブリッツこれですよ、ね、もうチューニングといえばこのメーカーだよね。ありがとうございます。もうオートサロンでも注目ですよね。いやもちろんもちろん今ね、はい、いろんなパーツ出してます。そうですよね、はい、ではですねそのブリッツどんな企業なのかご紹介していきます、うん、まずですね1980年に設立ということで、うん、株式会社ブリッツはカーチューニングパーツの企画製造販売を目的とする企業です、うん、で例えば今こう出ていますけれどもこういうパーツを取り扱っているということ で、はい、でブリッツという言葉はですねドイツ語で稲妻という意味でして電脳集団とたびたび称されその名の通り電子系統パーツを得意とし最新の電子機器を満載した新型車への対応もいち早く行っているという企業でございます。でそのさまざまなパーツをご覧のようにその販売をしているということなんですけれどもどういう商品が売れ筋なのか、うん、これはちょっと気になるところなんですけれども、ね今の時代って何が売れるんですかね。いや、まあ、どん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 進化してるじゃないですか、ね、はい、その中でどんな今あのブリッツで一番売れている商品はサスペンションシステムで、あサスペンション、はい、あの純正のサスペンションを外してブリッツのサスペンションに交換して、うん、あの車高を少し下げてですね、うん、ローダウンして車高調、あそうですね車高調が一番売れ筋になってますね。あので今、はい、だってこうHKS ブリッツトラストってあるんですけど、はい、これもガチのライバルですよね。そうです ね各社サスペンションでもバチバチやって、ね、やってますよね。サスペンションとかマフラーとか、うん、ちょっとよく分からないんですけどもそれ今言ったねライバルがあるじゃないですか、はい、どう違うんですか。まあ、なんかありますよね色がやっぱりメーカーによってね味が違いますよね。サスペンションの味付けの仕方、あ、ね、そのダンパーだとかスプリングだとかあとはコンピューターはほぼ似てますね。そうですね、はい、コンピューターはやっぱりどのメーカーも頭のいいやつがやってるんで、うん、似た方向に行くんですよ、うん、だからパワー的にはそんな変わらないよね。はい、そっか。ということでサスペンションで、ブリッツさんの得意な持ち味というのはどういうものなんですか。ブリッツのサスペンションはどちらかというとあのストリートで使っていただくストリート、はい、前提としているので、はい、あんまレース場じゃなくてね。そうですね、うん、サーキットでこうコンマ何秒詰めるというようなお客さんというよりは、うん、あの ストリートで普通に街乗りで使えるような味付けに、うん、設定をしているような感じですね。あの今の、ね、車ってそれこそも女性も乗ったりするじゃないですか、うん、はい、昔と違って、はい、そうするとどっちかというとなんか、まあ、優しいような、うん、ね、足回りというかが多いですよね、はい、気持ちいい、うん、それとは全然異質のことをやるんですか。基本はスポーツカーが結構イメージされるんですけど、うん、実はあのミニバンとかですね、あのそういう、はい、設定も結構やってまして、うん、純正の乗り心地を確保したままなるべく車高をその下げるということで乗り味は割とマイルドに、あの作ってる。そういうことなんだ、はい、なので見た目おしゃれ、うん、確かにこれプリウスとかね、ああいうのって、まあ、環境にねすごく意識した車って意外となんか優しい感じがするけども、ね、あのプリウスなんかもねちょっと落としたりするとかっこいいですよね、はい、ワンボックス感もね、うん、そういうところなんだ、はい、なるほど。じゃあ今一番売れてるパーツってその車種は何なんですか。サスペンションうちで一番サスペンションで売れてるの実はアルファードベルファイア用です。あ、ワンボックス、またアルファードとかね買う人って、あれだもんね、ほら結構もともとお金持ってる人がね。そうですね、アルファードとか乗ってくれるのノーマルの状態で結構車高が高いので、はいはい、こう下げたいと思われる方が結構多いのと、下げるとどういう効果があるんですか。あのロール重心が下がるので、うん、割とこう安定、足、はい、しっかりコーナーとか。そうですね、すごいね、さあそしてですね今回は特別に話題の新型 BRZ のブリッツカスタムを小林さんに持ってきていただきました。すごい素直シンプル、ね、シンプルですよね。ゴテゴテしてなくていい、うん、ね、まずあのブリッツのサスペンションシステムが入って、うん、車高がだいたい35ミリぐらいずつ低い、うん、このぐらいがいいですね。そうですね、あんまりね、行くよりね、はい、これ以上下げちゃうとちょっとこう、うん、
生活で不自由な、うん、そうですね。でタイヤ18インチでちょっと不足してあります、うんうん、であとマフラーがついて、うん、あとさっきあの説明があった室内から減衰が変えれる装置がついてます、うん、で、乗り心地が変えれるように、うん、今まだ発売したばっかりなので、うん、サスペンションと給排気ぐらいで100万円いかないぐらいでこれぐらいにはいいね、はい、うん、いいですね、うん、まあ、ライトチームで、ね、うん、いただいて体感していただける、あ、いいですね、これもあとは基本的にはオリジナルなんですか、はい、マフラー変わってますよね、はい、ちょっとチタン、かっこいい、これチタンですか、これステン、あ、でもチタン風、はい、なんかでもあれですよね、なんかちょっとやっぱり引き締まった感じがしますよね、しますよ、しますよ、かっこいい、かっこいい、ね、じゃあ早速乗ってみましょうか、はい、はい、乗ってみましょうよ、はい、乗り心地もチェックね、乗り心地チェックしよう、はい、ああ、これは柔らかい、これはなかなかラグジュアリーな乗り心地ですよ、ああ、これはしなやかだ、いや、室内で調整できるっていいですね、いいですよ ね、いちいち降りて調整しなくていいから、 それこそさ雨とか雪とかそうそういろいろありますもんね、ええ、これは今風ですよ、うん、本当だ、ええ、今のベンツの BM みんなこう室内でできますからね、うん、ああ、これの乗り心地いい、あ、そう、ああ、今ソフトです、じゃあちょっと硬くしてみます、これ乗り心地いい、じゃあこのくらいでいってみよう、ちょっと硬くしました、はいはい、ちょっとこうコツコツっときますよ、はい、いいなあ、これ今時はこうだこうだ、そうだね、やっぱり室内で調整できるっていいなあ、あとあれですよね、その日の体調悪いとかさ、ああ今日ちょっと楽したいなと思う時は、はいはい、ああ、まあ昔の走り屋はボンネット開けて調整してましたからね、今はもう室内ですよ、これ今一番硬くしてあります、やっぱこうスポーツカーっぽいですよ、いいですね、コツコツ来ていいですよね、これ、はいはい、なんかドイツの車みたい、うん、硬すぎないね、はい、筋肉質、あ、ブリスさん偉いね、偉いですね、あ、大人のなんかね、うん、大人に仕上げてますよね、はい、これでフルハードですからそんなに気にならない、本当だね、あ、本当だ、はい、これでフルハードです、いや立派なもんだこれ、あ、そう、これでだって15万でしょ、うん、でプラス6万でこれできるわけじゃない、これすごくないですか、室内からで変な話、今タイヤとかね、はい、ホイール変えてるでしょ、ええ、変えなさっていいんでしょ、あ、全然いいですよ、全然いいですよ、ノーマルです、はい、車庫だけやれば、いいね、そう、そう、いいですね、これ気持ちいいね、いや、いいっすよ、もう現行のあの 2リッターからこの 2.4 乗ったらめっちゃいいっすよ、いかがでした乗り心地は、最高ですね、本当ですか、これすごいね、魔法ですよね、いや、本当になんか中までこうやるってのなんか気楽でいいですよね、これ、うん、やっぱこう室内で、うん、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスって高級車じゃないですか、うん、ね、うん、我々が普段インプレッションしてる車って、うん、こういう車でまさか室内でできるとは思わなかった本当ですよね、ええ、もうこれ普通だともうベンツとかさ、はい、BM っぽいもんね、うん、はい、それはこれね、これから寒くなっても中で余裕だもんね、そう、でまたなんか今回はのうまくなってるからハードにしてもなんか気持ちいい感じでしたね、そう、突き上げのないハード、うん、ね、うん、だからもう一番柔らかいのから一番硬いのから真ん中から2人で乗って、うん、全然いいじゃん、そうそうね、ありがとうございます、いや、びっくり、これあれですか、例えばタイヤとか変えない、タイヤホイール変えないで車庫長だけだといくらぐらいですか、車庫長だけだと大体20万ぐらいです、そうですよね、プラス取り付け工事、うん、そうだよね、だからそれだったらいいじゃないですか、ね、100万円って言うとさ
ちょっとためらいがあるけど、うん、20万円ぐらいだってやってみようかなって思いましたよね、うん、まあ最初そこでもいいですよね。そうですね、うん、全然いいですよ。本当にそう、ね、スタートはそこかもしれませんね。そうそう、それいいなと思ってたよね、うん、これいいな、室内で変えられるのこれ、うんね、大満足ですが、うん、いかがでしたか今回の放送は。面白いですよね、やっぱりこのパーツを変えることだけで車の新しいなんか楽しみ方もできるし、うん、なんかびっくりしました、ね、うん、もちろんですね、これ落とすのもいいし、うん、上げるのもいいし、まあ、それいろいろトレンドがあるんでね、うん、それぞれ楽しんでもらえるといいなと思いますけどね、はい、吉崎さんどうでした。いや私は、うん、なんかそのカスタムしていくのって結構なんかハードルが高いのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、あのよりマニアックな世界といいますか、うんうん、ただなんかあのすごい身近というか、うん、すぐできそうな感じがするので、うんうん、そうですね、最近そういう随分ハードルが下がっているので、うんうんうん、皆さんこう変えてみてもらって、うん、体感していただけると面白いな。だから気軽にちょっと変えてみて、うん、そこから沼にはまっていくというか、うん、やってみたいなってちょっと思いました。スイーツはそれでもあのとてもあの嬉しいそれで一儲けしてもらわないと、ね、皆さんブリッツよろしくお願いします、はい、お願いします。今回のカーマニアはこちら、みっちゃんです。はい、よろしくお願いします。みっちゃん、はい、みっちゃんです、ね、これみっちゃんが来ました。はい、そうです。これはセルシオで、セルシオです。そうです、サンマルセルシオになります。セルシオのいつの時代のセルシオですか。これはこれはですね、年式的には平成16年式で、うん、まあ、最終型と言われている最終型ですね、はい、後期になります。うん、みっちゃんセルシオを選んだ理由は、もうこのノーマルでも外観に惚れてしまって、リップか、もう純正でもかっこいいっていうのを、あの現行の時に買ったんですけども、街を走っている姿を見て一目惚れをして、頑張って貯金をして一括で買いました。一括、はい、いつ頃買ったんですか。もう15年目になるので。あ、偉い、はい、ということは15年ずっとこのセルシオを愛してるんですね。そうなんです。でこれ15年で全部でいくらかかったの。1000万は超えてるかな。おー、偉いね。そうだよね、だからみっちゃんみたいな人っていうのは一人の男の人が売れたらずっと行くタイプだよね。そうですね、はい、悪い人じゃないですね、悪い人じゃない。はぁ、でも、はい、これもまずこれちょっと紹介してください。まず、まあ、グリル、エイムゲインさんのグリルなんですけども、はい、まあ、塗り分けをしていまして、マットブラックに、はい、で、こちらもエイムゲインさんのバンパーなんですけども、うんうん、ここをまず開口部を、あの元々はここにフィンが入ってるんですけど、はい、取っ払って開口部を大きくして、はい、A ラインっていうこの塗り分けをしている部分、うん、これも引っ込ませて、うん、形を作ってます、うん、でフォグがレクサスの IS の純正フォグを移植してます。でこちらに見えるインタークーラー、これはダミーなんですけども、うん、ダミー、はい、いい大事なことですよね。いないんですけども、でもブリッツさんの 100チェ用だったかなを購入して、まあ、本物の一応ダミーだけど本物のブリッツさんのインタークラーを受けた。そして横を回るとこれちょっと後ろ、はい、はい、これも違うんですか。そうですね、ヘッドライトも全部、うん、まずこちら50シーマのバルタンを入れてまして、うん、でここも全部 LED 打ち替えてます、うん、で中、インナーブラック、うん、そしてこちらスワロフスキーで、まあ、私のみっちゃんの M の、うん、みっちゃんですよね、はい、どうしても欲しいですよね。そうなんです、ここはどうしてもこれはね譲れないですよね、スワロフスキーは。そう、女性らしいじゃないですか、うん、ちょっと外見がいかつい車なので、そうだちょっとワンポイントに可愛らしさを持ってきてます、うん、そしてホイール、ホイールはどうですか。ホイールはい、こちら、うん、SSR のエグゼキューターという CV01S ですね、うん、こちらホイールは、9.5J の 10.5J です、ね、こちらフェンダー実はいじってるんです、はい、これ膨らんでるんですよ。そうなんです。セルシオって真っ平らなんです。フェンダーも変えて、うん、そうなんです。ねえ、ブレーキめっちゃ高いですよこれ。そうなんです。これね、キャリパーとローター、はい、みっちゃんこれだけで数十万だよ。そうですね、ここだけで多分軽自動車買える感じです。いや、はい、はい、あららら、なんですかこれ。はい、なんか、
どういうことこれ、全部ピンクにして、はい、かわいい、これもさ、これ全部だ、はい、あらこれすごいな、これ、いや、すごいですよ、そうなんです、女の子らしく、いや、これでも俺もう全部張り替えてます、そう、シートカバーじゃないんですね、そうなんです、張り替えですよ、張り替えです、うわ、室内だけでいくらかかってんの、うん、2回やってるので、うん、いくらな、まあ、クラウンが買えるんですね、あー、買える買える、そうですよ、いや、クラウンは買えるよね、ぐらいかな、シートベルト、ピンクのシートベルトなんてあるんですか、巻き替えてもらって、そうそうそう、純正をピンク色のものに、これ天井かわいい、ちょっといいですか、天井かわいいですよ、テリーさん、照明があらこうやって、あら、ほんとだ、あ、もう中入るとさ、もうなんかおとぎの国みたいですね、これみっちゃん、はい、お金どうしてるの、お金は何で稼いでるの、ずっと芸能プロダクションの社員をしてまして、ああ、あ、もう今辞めちゃったんですけど、あ、辞めちゃったんですか、ずっとそこで働いてお金を貯めて買っていじって、はあ、じゃあ年間は分かりませんけど貯金が100万とか200万できたらつぎ込んでたんだ、そうですね、もうボーナス入ったら、あ、ホイール買おうかな、あ、そういうことかっていう感じですね、一途、うん、いいね、15年、はい、これはもう本当に女の子だなっていう感じ、ね、室内は可愛いラブホって感じそれいい意味なんですか、いい意味、いい意味、もう可愛いラブホって感じ、まあそうですね、そう、まあ、歌舞伎町の風俗船って感じで、ちょっと、いやいやいやでもそれはそれでまたいいじゃないですかちょっと印象がちょっとホワイトで行きたいんで、あ、そうそう、そういうことらしいです、はい